Welcome to the Chowpy channel! Please enjoy today's video!皆さんこんにちは。チャウピーチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は2022年1月13日に発表されました新型ノアボクシーのご紹介です。2001年に誕生したノアボクシー、今回のモデルが4代目となり、より便利に、より快適に、より安全に、そしてよりかっこよく生まれ変わりました。それでは具体的に新型ノアボクシーの特徴をご紹介しましょう。まずはデザインを見ていきましょう。時代とともに広がったファミリー世代の価値観に応えるため、今回3つのタイプを用意しました。ノア標準、堂々モダンを突き詰めたファミリーカーとして上質な雰囲気を追求しています。ノアエアロ、アグレッシブで迫力あるデザインで躍動的かつ堂々とした存在感を狙いました。ボクシー、感性を刺激する、これまでのミニバンにはなかったかっこよさ、個性を突き詰めたデザインとなっています。次にノアボクシーの進化ポイントを3つに分けてご紹介したいと思います。まず1つ目は使いやすさの進化です。運転席に座っただけで感じられる圧倒的な視界の良さによる運転のしやすさ、誰もが乗り降りしやすいこと、シートアレンジはより簡単に便利に、バックドアには新機構を搭載しました。2つ目は走りの進化です。21年にわたるノアボクシーの歴史上初めてプラットフォームを一新しました。高速での直進性やふらつきの低減、カーブでの安定感、そして新しいユニットがもたらす加速感と燃費、進化した安定の走りが家族でのドライブを一段と快適にしてくれます。3つ目は先進安全装備の進化です。皆さん一番関心が高いのではないでしょうか。最新の機能を備えたトヨタセーフティセンスはもちろん、アドバンストパークや高度運転支援など多彩な機能を満載しています。初めてミニバンに乗られるお客様にも安心して乗っていただけますし、他のミニバンから乗り換えられるお客様には格段の進化を感じていただけると思います。より便利に、より快適に、より安全に、そしてよりかっこよく生まれ変わった新型ノアボクシー。今回は進化ポイントを簡単にご紹介しましたが、次回の動画では実車を使いより詳しくご紹介したいと思います。次回の動画もお楽しみに。新型ノアボクシーについて詳しくは奈良トヨペット、ネッツトヨタ奈良のお店でご確認ください。最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you for watching and subscribe to our channel.